極の試合勝利お疲れ様でした。ありがとうございます。今季優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今季、どのようなシーズンでしたか。練習時間が去年と違ったので、早朝朝7時からやってたの でその後仕事行くっていう中で慣れないところからのスタートだったんですけど、まあ試合は全部勝っててよかったんですけど、まだまだ物足りないところが多くあるので、まあ、そこだけは今後も修正して、ここが始まりということでまた頑張っていきたいと思います。今季コロナの影響でシーズン1月と思いますが、キャプテンとしてみんなにこのような声掛けをしてきましたか。まあありがたいことにコロナの中でしたが、まあ、サッカーできる環境があって、まあ選手それぞれ仕事もできる環境も確保していただいてたので、特に不自由なくやれたので、すごくクラブ側には感謝しています。ありがとうございます。いよいよ来季は2部屋になります。意気込みをお願いいたします。今のところに満足せず、現状維持は衰退だと思っているので、もっと先を目指して来季も2部全勝で終わりたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。頑張ります。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。今季優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今季どのようなシーズンでしたか。まあ、途中苦戦したところはありましたけども、選手が目いっぱい自分持ってる力を出してくれたということで、こんな結果になったと思います。まあ、結果に対しては満足してますけど、まだまだ詰めないといけないものはたくさんあるなっていうところと、選手個人個人ももう一つやっぱり二つも三つもですかね、やっぱり質を上げないといけないっていう部分はたくさんあるなっていうことを感じました。ありがとうございます。いよいよ来季、2部 A ですね。はい、意気込みをお願いいたします。いや、やっぱり全勝で上がりたいと思ってます。まあそんな簡単ではないと思いますけども、で選手もう一回りも二回りも大きくなって成長した姿で2部 A を勝ち取りたいと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。期待してます。はい、ありがとうございます。